どうも、ヨウさんです。ノムリです。リーホーということで、今日もやっていきましょう、はい、恒例の野球ゲームアプリ紹介、やっていきましょう。王道の、誰もが知ってるようなものを紹介しませんよ。まあ当たり前ですよ。僕たちは、はい、発掘しましょう。そうですね。ちなみに、はい、ファイターズ、1ミリも関係ない、なるべく、誰もやってない、そして、なるべく評価が低い。そうだね。むしろそっちの方、そっちの方がいいですよね。ちょっと今気になったの1個あったんですけど、いいですか。上の方ですね、どれでしょう。これ絶対同じ人だからね今までと結構評価いいし、これ絵のタッチがね一緒だよね。あ、本当だ、評価いいな。別にいいんだけどね、評価良くて正当な評価だから、かなり評価いい。いや確かにね。これじゃあちょっとやってみますか。渋谷バッティングセンター、いろんな選手でカキンカキンと、今後アップデートでキャラクター追加予定あり。それ魅力的なのかどうかちょっと分かんないですけどね、はい、ただ評価はめちゃめちゃいいですね。本当だ、はい、じゃあこれやってみましょう。やってみましょう。はい、はい、OL のお姉さんが選手を選ぶ、選手を選ぶ、うん、一旦選んでみます。これ選んでみましょうか。はい、あ、まだハテナなんですね。なるほど、クリアしてって増えるってやつですね。はいはい、まあもう大概わかるけどね、うん、形でね、うん、最初はちょっと稲村亜美から、稲村亜美さん、亜美様から、はい、やっていきましょう。でもこれハテナにする意味全くないよ、気がするじゃあプレイ、タップでスイング。これほんとスイングだけかな。もう来てますよ、ボール。えはっこれむずっちょ待って待って、はっ、ちょ待って待って、はっ、あ、これ練習、これはっ、いや始まってます、始まってます。えあはっ、ちょ待って、ヨウさん、いやクソむず、クソむず、これヨウさん、え、ゼロ本です。すいません、待って、もう一回やらせて。ありがとうございました。これ、あ、それです。集中はっ、はい、お、はっ、あ、惜しい、はっ、先っぽだ、いい、お、いい、来るな。あ、ちょっとわかった。これしかもコンボあるね、コンボ。これで残り0球。なるほど。あ、すごいすごいすごい。これね、慣れたら面白くなってくる。あ、本当ですか。ちょっとやってみてください。いや、ちょっと見てる限り。選手をゲット。難しそうですよ。ガチャあるんだ。ガチャしていいですか、じゃあ。え、課金なし、これ。ないんじゃないですか。ちょっとやってみますか。ガチャで選手をゲット。ほうほうほう、あ、今メダルが12枚あるんで1回ゲットできるってことですね。そうですね。じゃあ行きます。はい、選手ゲットってこれ何、中田翔とか出てくるよね。猫かよ。選手なの。なかなかね、まあまあ2番バッターぐらいの、あ、これで行きます。猫で行きます。ちょっと待って、猫が打つの。そういうことなんじゃないですか。ちょっとやってみないとなんとも。そうっすね、はい、ん、え、え、いや課金じゃねえ。ちょっと難しいこれ。どっちかって、これバレーボールじゃんこれ。バットないし、はい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 、え、いやだから課金じゃねえんだって。ホームランじゃねえ。いやこれなかなか難しいわ。猫はいいっすよ、もうちょっとやってみてください。いや、猫難しいとかじゃないじゃん、だってもう、え、バッティングじゃないじゃん。あ、うまいうまいうまい、あ、うまいうまいうまい、猫うまい。ちゃんと泣いてくれんのか。あ、ね、今胸で受けてたけど大丈夫、呼吸胸で受けてたけど大丈夫、大丈夫、大丈夫です。安全なボール押しをしてます。あ、本当？はい、動物愛護団体とかに文句言われないの、この動画。あ、言われないです。大丈夫ですか、はい、フィクションなんで。なるほどね、はいはい、はいはい、これはね、またちょっと難易度が、タイミングが難しい。めっちゃむずい、猫。あー、お、うまいうまいうまい、ダブルジャンプ。あー、でもなんか分かってきたな、そこで打てばいい。そこはダメなんだ。ちゃんとやってみてください。いや、これね、いや、もう見えてきましたよ、大体。ほんと？メダル貯めてちょっと、もう一人ぐらい選手。わかりました。ここだ。見えた、見えた、見えた。お、すごい、すごい。見えました、見えました。お、すごい。お、やば。
あ、いった。うん。ちょ、メダルどんぐらい。そうですね。だいぶ扱いは分かってきましたね。あ、聖樹ゲットできますよ。じゃあ次、ヨウさん。マジっすか。ガチャやってお願いします。何が出るかな。そんな渋い。何が出るかな。俺がサイコロだ。キラキラ。キラキラ。いや、かわいいけどね。かわいいけどさ。カメレオン。カメレオン。さっき投げてなかった。だからね、同じなの。同じなの。作者が同じなの、これ。じゃあ、はい、選手を選ぶ。カメレオンさん。木の上。お、強っ。あ、これやりやすい。あー、いい、すごいすごい。お、やばくない？すごいすごいすごい。どういう舌してんだ、これ。強靭な舌ですよ。あ、なかなかでも難しいよ、やっぱ。難しいんだ。ちょっとやってみてください。任せてください。こういうことか。そうそうそう。あー、溜めないとダメだ、溜めないと。え、むずい。お、玉の落ち方めっちゃ鈍いけど舌大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。鍛えてるんで舌を。ほんと。ここ最後掴んできました。これいいね、面白いね。これ面白いと言っていいのか。最高の暇つぶしなんじゃないかな。そうだね。こんなタダでやらしてくれるんだ。いや、ありがたいですよね。ありがたい。はい。でね、これあのコイン10枚につき選手を1人ガチャできると。その通りですね。はい、はい、でなんかめっちゃいたもんね、さっきね、ハテナ。全部ゲットしてみてください。次回もどんなゲームが出てくるのか。いいのかなこれで。いやいや、これあれっすよ、あの本数稼ぎじゃないですから。今なんか怪しい言葉出てきたけど大丈夫ですか。動画の本数稼ぎとか全然してないっす。そうですよね。はい、ファイターズ応援動画ですから。そうですよ、ファイターズ応援動画で楽しい野球ゲームを発掘してるだけです。あ、おっしゃる通りでございます。はい、グーの音も出ません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはヨウさんです。ありがとうございます。では最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、そうですね。ファイターズのファンになって試合に行くと、こんなに楽しいことがあるんだよっていう、そんな動画、これからもどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、ヨウさんでした。ありがとうございます。